シャボンのアクション始まるよ。とりあえずどうしてこうなった？みんな知ってるかい？パソコンで、コントロールとオルトと下を押すと、画面が上下逆になるんだよ。ということで、シャボンのアクションを上下逆さまでプレイしてみよう。題して、ニヨシクアノンボヨシを初プレイ。初プレイじゃないでしょ？上下逆でプレイするのは初めてだってば。なんか懐かしいねー。シャボンのアクションでかなり遊んだよね。ってあれ？二面からやるの？このゲームはかなり遊んだから、上下逆とはいえ、多分一面は簡単にクリアできちゃうだろう。だからいきなり二面からやっちゃおう。音楽ってこんなんだったっけ？せっかくなので、BGM と効果音はすべて逆再生です。大丈夫かな？この実況。マゾゲーの予感は、しない。案外苦労せずにクリアできちゃうんじゃないかな？いやぁ、大変だと思うよ。微調整がちょっと難しいな。あ、間違えて右押しちゃった。とっさの判断をするのがちょっと難しいかも。ああ、だんだん気持ち悪くなってきた。気持ち悪い？なんとも言えないこの感覚。言葉で表現しづらい。お、いい感じ。やっと土管の中に入れるんじゃない？ほら、やはりそんなに苦労せずにいけるじゃないか。そりゃあ、ここ簡単だもん。本当に難しいのはここからでしょ。いやいや、二面なんて簡単だって。チュートリアルステージ的な感じで、軽く遊んでやるぜ。ここで操作に慣れて、三四面も一気にクリアしちゃおう。そんなにうまくいくかねー？あのキノコは食べると大きくなるから食べない。キノコが大きくなるって言っただけで、キャー下ネタダーサイテイとか騒ぐ人がいるからスルー。なんのこっちゃ。っていうか、普通だったら死なない場所で、思いっきり死んでるじゃない。私、上下逆プレイは初めてなの。だから優しくしてね。何その気持ち悪い発言。優しくしてねって、むしろあんたが自分から難しくしてるじゃないか。何これコーラめっちゃ怖い。あ、何度も襲ってくるなんて卑怯だわ。もうコーラになんか負けない。ブレーキが効かないんだよ。あ、案外苦労しないって言ったのはどこの誰だっけ？君の目の前にいるナイスガイさ。自分でそういうこと言うの気持ち悪いよ。今の時代、自己アピールは大切なのさ。おっぱい大好きって言ったら、共感してくれた人が集まってきてくれたもんね。類は友を呼ぶ。そして右往の衆だよ。っていうか、中間まだ？ちょっと序盤でミスしすぎじゃない？このシャボン、ちょっと反抗気味でね、思ったように動いてくれないんだ。悪い子だねー。これが女の子だったら、お兄さんが優しくお仕置きしてあげちゃうけど、あ、シャボンのグラフィックだけ改造しておけばよかったかな。気持ち悪いです。さて、ここいけるかな？上に乗ると砕けちゃうんだよね。よし、うまくできたぞ。やっとこさ中間まで来れたぞ。ここ難しそうだね。いや、そんなに難しくはないんじゃないか？むしろこの後が難しいと思うよ。君は何も見ていない。しっかりと見させていただきましたよ。もう感覚をつかんだから大丈夫さ。常に成長し続け、前に進む男。それが僕さ。どこで間違えてこんな風に成長したんだろうね。やだ、お星様怖い。嫌い。ガと同じくらい嫌い。さて、ここ難しそうだぞ。単なるタイミングゲーだから、むしろさっきより簡単だと思うけどな。あ、一発でうまくできた。そういえばこのチャンネルの初期の頃は、僕じゃなくてニトリが一人で話していたんだよね。そういえばそうだったねー。変な台本書きやがって、おかげで私が変なセリフを言う羽目になったじゃないか。昔ニトリが変なことを言っている、シャボンのアクションの動画があったとさ。あれじゃ私のイメージがダウンするじゃないか。どうしてくれる？どうしてくれるって、給料と給料あげるからこれ読んでって頼んだら、承諾したのはそっちだろ？僕は悪くないもん。まあ、昔のことだからもういいよ。それよりも大事なのは今だよ。数々のセクハラ発言、どうにかしてくれませんかねー？どうにかしてくれって言われてもねー、うわっほい。
もうね、そういうことを言っちゃう病気なの。これは仕方がないことなの。じゃあお医者さんに見てもらおう。手遅れですって言われる挙句、治療費まで取られるだろうから嫌だ。じゃあ警察に連れて行ってもらおう。助けておまわりさん、僕脅迫されてる。さっきから何の話だ？ゲームに全く関係ない話をしていたら、もうゴール前まで来ちゃったじゃないか。ゲームに関係ない話をするなんていつものことだろ。さて、最後くらいかっこよく決めようか。言ったそばからこれだよ。別にわざとやっているわけじゃないのに、どうしてこう、お約束的な展開になっちゃうんだろう。お約束的展開というのは、誰しもが通る道ということかね。ちょっと何言ってるかわかんないです。あんたに言われたくないわ。三度目の正直、これで成功させるぞ。見よこの中国雑技団的な華麗な棒踏みつけを。クリアできたねー。予想よりちょっとグダグダだったが、やはりそんなに苦労せずにクリアできたぞ。この勢いで最後までやっちゃおう。そう簡単にクリアできるかねー。よかったらチャンネル登録してね。最近ツイッターでもいろいろつぶやいてるんで、そこんとこよろしく。これでいいのか、マインクラフトもよろしくね。明らかに悪意のあるサムネイルだが、そこがいいのさ。